遠隔授業が行われているのは岐阜県の多治見西高等学校附属中学校で、新型コロナウイルスの影響で休校になっている期間中、学習の遅れが生じないようにとタブレット端末を使って全校生徒135人が自宅で自由に参加できます。授業は平日の午前中に行われ、今朝の社会の授業では47人の生徒が事前に受け取った課題を手元に置き、先生の解説を聞きました。家でも授業が受けられるっていうところがちょっと不思議なところですね。やっぱりここまで学んできたことっていうのをこう止めてはいけないなって。生徒らは真剣な表情で意欲的に授業に取り組んでいました。ごめんなさい、187ですね。